はい、どうも、村やんです。本日も食べ歩きでいろいろ回っていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。今から、まあ、ちょっと電車乗るかなと思ってます。それでは、行ってまいります。はい、今回は新長田の方に来ております。早速、こちらのお店に行ってみたいと思います。洋食ジャンボ様。いい感じのお店です。メニューもいろいろあって悩んじゃいますね。ドリンクがとっても安いんですよ。これは頼まないと。お席もね、とっても広かったです。こちらはオムライス。私が頼んだのはポークジンジャー。美味しそうでしょ。ご飯は小にしました。こちらライスの方はおかわりもできるんですけれども、その私は食べ過ぎないように小。それでも十分です。このポークジンジャーがね、とってもね、甘くてね、美味しいんですよ。このライスにとっても合います。食べ過ぎないようにしないと思いながらね、トッピングとかもね、いろいろ頼めるんで、いろいろね、組み合わせを考えて選んでいただけたらなと思います。私は今回はトッピングはなしでいけました。食べ過ぎないように気をつけなければ。美味しいとね、いろいろ頼み過ぎちゃうんでね。サラダもとってもヘルシーで美味しいです。ドレッシングがね、いい感じです。このジンジャーがね、いい味を出しましたよ。お店の人もね、とってもね、親切でね、いい感じのお店でした。お店のね、外もね、すごく綺麗でね、とっても開放的でしたよ。国道沿いかな、なんでね、結構ね、見晴らしもいいです。料理をね、パクパク食べちゃいます。本当にお客さんがね、もう次から次へやってきましたんで、もう周りも満席です。私も少しだけ待ちました。次来た時は何頼もうかなと考えながらね、この時も食べてます。ダイエット成功して、その時はご飯も大盛りで食べれるように頑張ります。お味噌汁もとっても美味しいです。これは最高。もちろんアイスコーヒーも頼んじゃいました。ストローを刺して、そして飲んじゃいます。とっても美味しい。ボリュームもあって、これもいい。いい感じです。食後のコーヒーは最高ですよね。料理も美味しいし、サービスもいいし、いいお店を見つけました。ごちそうさまでした。洋食ジャンボ様、いかがでしたでしょうか。とってもね、美味しかったです。ポークジンジャー最高でした。ただね、ダイエットのためにね、ご飯は少なめに、あれは小です。あれよりもご飯は中とか大とかできますし、おかわりもね、できますんで、少ないなと思った時はおかわりを頼んでいただけたらなと思います。私はね、食べたかったんですけどね、
もうちょっと最近食べ過ぎているんで、ご飯は少なめに今回させていただきました。申し訳ございません。本当にね、あのいいお店なんで、新長田の駅からね、もう 1,2 分で来れますんで、近く来られたらぜひ来ていただけたらなと思います。今回はこれで終わりではなくて、新しくできた、新長田でできたスーパーロピアさん、こちらの方にもちょっと行ってみたいと思いますので、これからちょっと行ってきます。またよろしくお願いいたします。はい、ジャンボのお店を出て、こちらが通路がつながっております。そして地下に降りていくエスカレーター、こちらを降りていきます。そうするとちょっと行ったところにお店の方が見えてきました。お客さんもすごく多かったです。さあ早速中に入っていきたいと思います。商品がねすごいたくさんあって、そして安い、このボリュームでこの値段、これはお客さんも来るよね、たくさん買っちゃうよね思います。アイスもねとっても安くてね、たくさん買います。電車も通ってます、いい感じ。ロピア様もどうでしたでしょうか。すごいね、あのボリュームと値段も安くて、結構いろいろこちら買い物してきました。まあここでね買い物を楽しんでいただいて、お昼は洋食ジャンボさん、最高の組み合わせだと思います。十分ねこちらの方楽しんでもらえたらなと思いますんで、来ていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画よろしくお願いします。